こっち方面でいいのかな。うん、そこ走ってるから、まあ、最悪駅には着くだろう。うん。窓地名発祥の地、あ、岩売りがある、でっかいかまどだね、またすごいね、史跡、かまど地名発祥地、史跡なんだ、平安時代このほらの、巨漢がご飯を炊くかまどに似ている、巨漢がかまどに似ていることから、誰言うことなくかまどと呼ばれるようになった、誰言うことなくだったんだ、当時お前たちにかまどの名が歌われていると、西行法師さん、雨月の暮れの時はかまど山、お酒とともに春は木に蹴り、ほうほうほう、あとは源の三井、頼政か、春は花、秋は芝たくかまど山、霧も霞も煙なる、煙なるらか、へえ、そういう状態でここに、阿弥陀堂が建立され、善光寺前寺の第41番の札所だったんですね。この岩か、これが、なるほどな、ああ、でっけえかまどの、ここの中のとこですね。ここみたいだってことですね。なるほどな。上にでっかいの置いたら、かまで炊けそうな。から、かまどって名前なんですね。なるほどね。本当にかまどから来てたんですね。確かに、しかし岩としては確かに一枚一枚でっけえですもんね。すごい構造ですね。逆には1200年ですから、今、800年前から、こういう景色あったんですもんね。まあそれ以上前からあったはずなんですけど、すごいな。こっちの旧ルートの方で行って正解でしたね。なるほどね。ここは公園があって。一幡神社もあんだ。そこにもチェリオが。チェリオ多い。あら、あ、これでちょうど迂回が完了するんだ。そんなにあれでしたね。大回りっていうほどの感じでもなかったですね。うわ、すごい。むしろあそこを回ったので、回らずにずっと歩いてた発祥の地の史跡に気づかなかったでしょうから、よかったですね。いや、普通ね、YouTube で撮影する人だったらね、そういうの調べとくんですよね。下調べってね、いうのをね、するわけでございますよ。ね、なんなら今ならストリートビューでね、あらかじめね、道のやつね、チェックしてとかできるわけですからね。なぜやらない、その間ずっと編集してたからですね、昨日も友達と出かけてたからですね、先週もいきなし岡崎に出かけてたからですね、何も調べる余裕はなかった。うん。まあなんならかまどに行こうっていうのもね、切符買って本当はだって岡崎に行く予定だったんですよね、今週岡崎に行こうと思っとったんやけど、先週急に岡崎かなかくなったんで、なんか2週間続けて岡崎に行くのかな。ってやっとんのかな。なんか
あ、こんにちは。そう。これがかまど中区中区、うん、全然わかんねえ。アトリエなんてあるんだ。順調に歩いてはいるけど、なんか、あ、でも、あ、出てましたね。街道ってなってますね。左、伊勢。伊勢。ん、こっちでいいのか。大型車通行するの、まあ9トンですもんね。8トンまでは行けるってやつですね。昔は8トンまで普通免許で行けましたもんね。なんなら昭和生まれの人間なんで、私の免許8トンまで行けるらしいですけど。あ、8トン車乗せられて今ここの道、はい8トンだから通れるよって言われたら、うん、泣いて逃げ出しますね。ここでももう嫌よ。ここでも嫌だね。まあでも線路沿い歩いてるから最悪駅には着くだろう。ああ、ちょっと腹減ってきたぞ。歩きっぱなしですからね。お、短い。これは細いね。これか？酒屋さんか。酒屋さんだ。